12月25日、午前10時、留置場面会室。あ、お屋敷さんが。あれ、司ちゃん。あ、しがらき様。みつるき弁護士様。あなた何しに来てたんですか？昨日はご迷惑をおかけして、大変申し訳ございませんでした。お屋敷さん、少し疲れているようだな。もうカルマさんに、ねえ、絞られましたね、多分ね。カルマケンジからの取り調べはもう終わったんですか？はい。氷菓子を溶かしたこと以外は特に咎められませんでした。スカスちゃんも天海一さんの面会に来たんですか？天海様の様子が心配だったもので。あれ？バドウさん。バドウ刑事、なぜあなたがここにいらっしゃるんですか？たまたま居合わせただけだ。しばらくすれば現場に向かう。天海さんに会いたんだけど。たまたま居合わせるような場所じゃないと思いますけど。え？天海さん。こんにちは。真っ白。天海さん、どうしちゃったんですか？いやー、やっぱさ、留置所にさ、入れられて、で、なんだろうな。なんかこう、無実の人がさ、こういう冤罪でね、こういう風にこう、入れられちゃってさ、で刑事から、もう言われもない罪ですごいこう、執拗に聞かれてさ、もうそりゃ精神もすり減るよね。神経すり減らしてさ、そんな天海様どうしてそのようなお姿に、昨日からあまり眠らせてもらえなかったもので、取り調べという試練はかように辛いものなのですね。少しだけ疲れてしまいました。いや、バトボさんこれどうなんですか？これ問題なんじゃないの？これ。眠らせてもらえないのですか？そんなの取り調べにしても違法捜査だろ、そんなの。バード刑事。取り調べをしているのは初動捜査を担当した刑事だ。カルマのやり方は気に入らんが、俺にはこれくらいしかできん。彼は私をここまで連れ出してくれたのです。ああ、そうなんだ、バード刑事。本当はもう少し取り調べが続く予定だったのですが。ふん。バード刑事なりに、天海さんを気遣ってくれたようだな。では、しがらきくん、天海さんに、昨日の報告をしようか。はい、メモの準備は万端です。なんか、早く出してあげたい。天海さん、昨日の調査報告ですが、ありがとうございます。天海さん、心ここにあらずって感じですね。歌わない感じだな、もう。あのミュージカルな感じ。なくなっちゃった。ああ、糖分が足りないから、元気が出ないのかもしれません。天海様。何か彼が元気になるようなものがなかっただろうか。元気になるようなもの？なんか心当たりはあらんでもない。チョコレートを、これチョコレートあげてもいいんだけど、これ昨日もらったやつだからちょっと大丈夫かな？ちょっと品質的に。賞味期限的なものは大丈夫なのかな？おお、チョコレート。私にくださるのですか？あ、そのチョコレートは、お屋敷さんのね、できれば今すぐお渡ししたいのですが、留置所では差し入れができない決まりなのです。あれできなかったっけ？そうですか、残念ですが、決まりなるは仕方ないですね。いいんじゃない？なんとか差し入れする方法はないんでしょうか？バド刑事、この視線の意図に気づいてもらえないだろうか？ち、このチョコレートを検査して問題がなければ考えてやる。お、さすが。バドウ刑事、ありがとうございます。やった、さすがバドウ刑事。なんと、感謝いたします。ちょっと待ってろ、もうすぐあげよう。これぐらいいいじゃんね、もう。受け取れ。ありがとうございます。他の奴には黙っておけ。あとか面倒だ。いい刑事だ。いい悪徳刑事だ。いい意味での。もちろん、あなたにも迷惑がかかってしまいますからね。では、早速いただきますね。バド刑事、危険なことをお願いしてすみません。ふん、俺は、俺のやりたいようにやっただけだ。へへへ、素直じゃないっすね、バド刑事。おお、甘い、生き返るようですよ。ふふ、このチョコレートは、司が作ったのだろう？はい、その、お味はいかがでしょうか。あ。
元気になったこれなんか嬉しいね。だからつかすさんも多分嬉しいんじゃない。ここまでさ、自分が作ったチョコレートで。これなんかちゃんと見よう。こんな過酷な状況にいる天海さんがつかすさんのチョコレートでね、ここまで元気になって。形は悪いけど、甘くて美味しいよ。ありがとう。喜んでいただけたならよかったです。元気が戻られて何よりです。ご心配をおかけしました。早く出してやりたいよ、本当に。この留置所でいただく食事は全然味がしないもので。味がしない？睡眠不足も重なり、倒れてしまうところでした。この留置所のご飯ってそんなに美味しくないんですか？そんな味ないもの出してんのかよ。塩酒や味噌汁がついた普通の和食のはずだが。え？おかしいね。おかしいですね。全然味がしなかった。え、ちょっと待って。怖い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 。なんかさ、やっぱここに入れられたショックとかそういう精神的なあれで味覚障害になってんじゃないの？それだとしたら本当に酷だな、天海さん。まあいい、俺はそろそろ現場へ向かうぞ。待ってください、バードゲージ。何か新しい情報ありませんか？ああ、そうだな。被害者の身元が判明した。ポール・ホリック。お前の推理通り、兵藤伊作は、フランスで活躍していた彫刻家だ。彫刻家としては、ポール・ホリックと名乗っていたようだ。兵藤伊作さんがポール・ホリック。なんとそうだったのですか。ポール・ホリック様。ポール・ホリックさんってフランス人じゃなかったんですね。ただフランスに住んでただけ。だから彫刻家としての顔を公開していなかったのかもしれないな。ああ、まあ、芸名というか、まあ、芸名というか、十二星座の彫像という作品が代表作らしいな。あ、そうなんだ。もともと未完成で終わってしまったようだが、未完成代表作なのですか？季節の星座ごとに彫像を作っていたらしくてな。残り、冬の星座を作れば完成する予定だったようだ。もしかして今回のこのコンテストに出してた。あれ、冬の星座というと大きさと双子座ですよね。お菓子で作った彫像が最後の作品になったのですね。その作品まで溶けちゃうなんて悲しいですね。申し訳ございません。あ、そのお塚ちゃんを責めているわけじゃ。いや、まだね、はっきりしないですから、何が原因で溶けたかどうかは。それと兵藤は金に貪欲な人物としても有名だったよ。一つの彫刻を作るにも数千万はかかるらしいからな。ああ、だいぶかけるね。奴はいつも金に困っていたらしい。金銭絡みのトラブルがなかったかも捜査中だ。有名な彫刻家なのにお金に困ったりするんですね。彼がなぜパティシエのコンテストに参加したのかわかりましたか？お金に困ってたとしたら、もう普通にコンテストにね、彫刻のとかのさ、コンテストに参加して普通に賞金を獲得しとけばよかったのにね。まだだ、家族にすら秘密にしていたようだからな。そうですか。謎ですね、兵藤さんに関しても。時間だ。代わりの見張りを連れてくる。もう無茶はできんからな。いやいや、いろいろ、ありがとうございました、バードさん。わかっています。また後でお会いしましょう。あの刑事さん、いい方ですね。ええ。自分の信念は曲げない、そんな強い意志を持った方です。まあ最初は怖かったんですけどね。放棄の終わったこと、私にも教えていただけますか？あ、もういろんなことがありましたからね、そういえば。もちろんです。調査の報告もさせていただきますよ。あんなことがあって、こんなことがあって。そうでしたか。司が迷惑をかけてすみませんでした。本当に申し訳ございません。いや、でもさ、でも、まあ、写真、まあそうだね。お屋敷さんが真実を話してくれたのなら構いません。天海さん、あなたにも質問させていただいてもよろしいですか？はい、私にわかることでしたら、何でもお答えしますよ。そうですね、参加者について。コンテスト決勝戦に残られている3人について教えていただきたい。そうですね、デリシャスさんのお菓子はデザインが好みでしたよ。
あのお城ですが、ルール違反をされたので優勝は認められませんでしたけれど、もうバリバリのルール違反だよね、あれね。ただただ塗ってただけだからね、あれ。肌見さんのお菓子は準決勝までは味もデザインも好みでしたが、残念ながら決勝戦の作品は味も見た目も評価は高くありませんでした。あー、そうなんだ。味も見た目も、それと準決勝のお菓子には少し違和感がありました。違和感、カザミさんと兵道さんのお菓子はどちらも同じ味だったんです。へえ、怪しいな。なんかお菓子の形は違ったのですが、同じものを食べたように感じましたね。味が一緒ってことは、やっぱ同じ人が作ったっていうことなんでしょうね。形が違う、それもよくわからんな。どんな形だったんですか。あ、私の屋敷に写真が残っているはずですよ。それでは後で私が写真をお見せしますね。ハサミさん怪しいな。いや、ありがとうございます。それと兵道さんの決勝戦の氷菓子はとても素晴らしかったです。兵道さんのお菓子も審査されていたのですか。審査してなかったんじゃなかったのか。確か兵道さんの死体は審査中に見つかったようですが、ねえ、私は審査が終わるまでは事件のことを知りませんでしたから。兵道さんが部屋にいなかったから勝手に縦ごとの氷菓子を食べましたよ。とても幻想的で美味しくて思わず感動して歌ったほどです。あれ、なんかいろいろ辻褄が合わないな。確かあのデリシーさんは氷菓子なんかしょっぱくて食べられたもんじゃなかったみたいな。お菓子がしょっぱかった、美味しくなかったってね、言ってたはずなんですけど。ちょっと待ってください。縦ごとのお菓子が美味しい。その話、もう少し詳しく聞かせていただきたい。ね。縦ごとのお菓子について。兵道さんの部屋で食べたのは縦ごとの氷菓子で間違いないですか。双子さんの彫像と同じガラスケースに入っていましたよ。テイクアイさん、この写真を見てください。あなたが食べたのは、この弦のない縦ごとの氷菓子でしょうか。あ、そうか。天下一さんが食べたから、この弦がなくなってたんじゃないの。ええ、この縦ごとにはもともと弦があったのですよ。私が弦の部分を全部食べたので、今のような形になったのです。よくそんなしょっぱいもの食べれたな。おかしいな、この、縦ごとの形が変わっていたのは彼が食べたからだったのか。実はデレシーさんもあなたと同じ縦ごとの氷菓子を食べたそうです。ですが、しょっぱすぎて食べられたものではない。しかもこの人、この留置場の食事が食べられ、なんか味が全くしなかったですよね。あれ、この人味覚障害なのか。そうなのですか。では、やはり私の味覚に問題があるのかもしれませんね。味覚に問題どういうことですか。味覚障害の一つに、塩味がわからなくなる症状があるのです。おそらく私はその病気にかかっているのでしょう。いつも甘いものばかり食べているので気づかなかったのですが、今はっきりとわかりました。あー、そういうことか。だから留置所のご飯の味がわからなかったのか。そんなパティシエにとって味覚がわからないのは致命的です。味覚障害の治療法はあっても特効薬はまだないはずです。聞いたことないな。ですが一度警察に頼んで検査を受けた方がいいでしょう。いや、それには及びませんよ。私の屋敷には特効薬の作り方が載っているレシピがあります。なんだこの新しい情報は。その味覚障害の特効薬のレシピですか。屋敷にありますから後でご確認ください。天海様、あのレシピをお見せするわけには。審査にこれ以上隠し事をしてはいけません。なんかまたこの事件の背景が変わってくるんじゃない。そうすると、はい、わかりました。天海様がそうおっしゃるなら、特効薬のレシピ、彼らは一体何を隠していたのか。それでは私はそろそろお屋敷に戻らせていただきますね。私たちも後でそちらに向かいます。つかさ、何でしょうか。天海様、あなたは私のために生きることはないのですよ。もう一度自分の生き方を考え直すことです。
私がいなくても一人で生きられるように。ああ、あんまりもう私のことを気にしないで自由に生きていいんだよって。まあ本当のお父さんじゃないからね、もうなんか、まあ、羽ばたいていいんだよとか。いいお父さんじゃないですか。そんなことをおっしゃらないでください。天界様がいないと私には生きていくことなどできません。私、天界様が帰ってくるのを待っていますから。生きていけませんと言われるとなんかちょっと確かに親としてはちょっと親離れしてほしいところですね。自立。あ、司ちゃん、司、死んでも死にきないって感じだな。天界さん、司ちゃん泣いてましたよ。なんであんな寂しいこと言ったんですか。あの子のことが心配なのですよ。司は自分のことよりも私のことを優先してしまう。どういうことですか。ポールホリックの作品を集めたりお菓子作りをするのも全て私を喜ばせるためだけにやっていることなのです。あ、そうなの。そうか、彼女がやりたいことや好きなものはいつも我慢しているのですよ。司には自分の行きたい道を選んでほしいのです。まあでもこの心、親知らずだっけ親の心子知らずみたいなね、反対の意味もありますけど、だからお互いのね考えはわからないもんだからな。私のせいで大事な彼女の人生を無駄にさせたくはないですから。そうなんですか。彼はお屋敷さんのことを実の娘のように思っているのだろう。子供には自分の望む道を歩ませてやりたい。そして子供を守るためなら親はどんなことでもできる。これはシンさんにも言えることだね。その気持ちは私にもよくわかる。さて、質問はこれくらいにさせていただきましょう。そろそろ現場の調査に向かわなければなりません。ああ、もう帰ってしまわれるのですね。またあの辛い試練、取り調べが始まるのですね。うわー、ちょっとそれはもうやめてあげてよ。取り調べについてはこちらからも手を打つ必要がありますね。警察に掛け合ってくださるのですか。それもありますが、他の手段も用意しておきますよ。いざという時のためにもね。え、ふふ、頼もしいです。よろしくお願いいたしますね。天界さん、また毎日報告に来ますからね。なんだろう、何か仕掛けるのか。シンさん、スタスちゃんも一緒に。ええ、ありがとうございます。楽しみに待っていますよ。また持ってきますからね、糖分を。天界さん、警察はあなたの自白を狙っています。無実のあなたに辛い思いをさせて申し訳ないですが、まあ、もうちょっと我慢して今はどうか耐えてください。あなたが自白してしまえばきっとカルマ検事はそこにつけ込んできます。そうなればあなたを助けるのが難しくなってしまいます。私も頑張ります。でも結構限界近いだろうな。髪真っ白だし、私を最後まで信頼してくれるのなら必ずあなたを助け出します。同日午前11時3分、コンテスト会場、噴水広場。バドゲージ、先ほどはありがとうございました。噴水調べてるね。ありがとうございました。ふん、何のことだ。いいやつ。ふっ。あはは、照れなくてもいいじゃないですか。ち、そんなことはいい。今日も捜査をするつもりか。もちろんですよ、もちろんです。天界さんを救うにはまだ情報が足りませんから。残念だがこの広場以外は操作を制限されている。あ、え、そうなの。ここだけなの操作できんの。部屋にも入れないのかよ。そんな、それじゃ調査できないですよ。カルマ検事の仕業ですね。ああ、カルマの圧力もあるのだろうが、まだ解剖記録すら届いていない。いや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 、情報くれよ。それと、この屋敷には警察とお屋敷しかいない。あ、でもお屋敷さんにちょっと話聞きたいんだよ。なんかいろいろ写真見せてくれたりだとか、あのレシピがどうのこうのとかね、そういう話を。試験関係者との連絡も期待はできん。彼も検事、むちゃくちゃですよ。そこまでしなくたって。バード刑事、あなたはどうされるのですか。約束だ。俺にできることは協力しよう。ありがたい。
もう帰るわけにちょっとね、強引すぎるな、ちょっと確かに。感謝します。情報さ、制限しすぎだよ。カルマケンジの汚いやり方なんかに負けてられませんね。しばらきさん、だからカルマケンジ嫌ったのかな。そんなに。めっちゃ嫌ったじゃないですかね。カルマ、あのカルマのやり方ですよね、これがね。汚いやり方だみたいな感じでさ、しばらきさん言ってたけど。まあ、こういうのを見てるから、やっぱ嫌ってんだな。この噴水広場は調査しても構わないですよね。ああ、だから噴水以外の捜査はすでに終わってるぞ。構いません。できることがある限り、調査を続けますよ。いや、まあ、18年後のことですけど、この噴水で、ね、死体が見つかってますから、ちょっと、気になるね、噴水。話を聞かせてくださいよ。これはどんな調査をされているんですか？は、噴水の水に不純物が含まれていないか調べております。よくそこに立ったな、あなた。何か見つかったか。噴水にはチョコレートと、氷菓子が混ざっているようです。なんでだ？天下一世の部屋にあるチョコレートと、兵藤伊作の部屋で溶けていた氷菓子と同じ成分のようですね。あ、なるほど。なんか、下にもなんか、あるけどさ、同じ成分。噴水には四方の部屋から流れている小川が循環している。なんか、あるもんね。そういうことか、そこの、水はこの噴水に集まる。なるほど。溶けた氷菓子が噴水まで流れ込んだのだろう。それと何者かの血液も検出されております。どういうことだ？なぜ噴水から血液が？バド刑事、現場の捜査を思い出してください。もう一度現場をよく見てくださいと。そうだ。そういえば、チョコレートが消えてたんだっけ？床が消えてたんだよ。確かに血痕を片付けたなど報告は受けていない。殺害現場から血痕が消えていました。それに宝箱のチョコレートも一部だけなくなっていたでしょう。ここの噴水に流れてたのか。おそらくその血液の持ち主は、多分兵藤伊作なんじゃないでしょうかね。被害者が。そっか、流されてたのか。でも流す理由がわかんないね。なぜわざわざその、結婚をさ、まあ、チョコレートごとね。証拠の隠蔽。一致したようだな。噴水に残った、血液は兵藤のものだ。なぜ犯人は被害者の血痕を噴水に流したのだ。だから真犯人はだから、その血液が見つかっちゃならない理由があったんだよな、きっと。兵藤の血液が噴水で見つかったが、殺害現場には残っていなかった。ということですね。そうか、そうか。あ、ピアノ。これはピアノなんてあったっけ？ケーキの形を模したドラムが置かれている。ダンスイーツに使うものだ。あ、じゃあピアノもそうか、じゃあ。バド刑事、あのドラムですが、もしかして、すでに調べてある。太鼓の中は空洞だ。何かを隠したりした様子はない。事件とは無関係。まあまあまあ、それなら手間は省けるというかね。俺はまだまだが、スネは甘くないぞ。まだうまいことおっしゃって。座布団一枚かな。しがらきくん、少しいいだろうか。はい、しんさん、何でも聞いてください。しがらきさんに聞いてもしょうがない気するけど、一応聞いとこうか、事件について。しがらきくん、事件について何か気づいたことはあるだろうか？いっぱいありますよ。天海さんの部屋で見つかった兵藤さんの死体。また食べた。デリシャスさんのお菓子の城から見つかった凶器の岩塩ランプ。ああ、夢のあるお菓子が台無しになっちゃいましたね。そうだな。それにつかすちゃんも落ち込んでいるみたいだし、それは気づいたことではなく、傷ついたことでは。うまいことを。あれ？何か間違ってました。君の将来が少し心配になったな。しがらきさん、あなた自身について。しがらきくんは今回の事件が初めての調査だったな。まだ若いですからね。はい、いろんなことが新鮮でずっとメモしてますよ。しんさんと一緒に調査ができて感激です。前途ある若者。お前は弁護士を目指しているのか？弁護士は困っている人を助ける正義のヒーローですからね。法廷でシンさんのかっこいい姿を見てすぐに弟子入りを決めたんです。
刑事も市民を守っているから。でも僕は弁護士になると決めましたから。うん、そうか、せいぜい頑張るなら、まあそれぞれの道で頑張っていくって感じだからね。和道刑事も弟子が欲しいのだろうか。すぐに見つかりますよ、糸のこぎりという弟子がね、優秀な。さて、では、あ、お屋敷さん、お屋敷さんが悲しんでる。ちょっと待って、お屋敷さんにロックオン。お屋敷さん、本日の調査に参りました。ちょっと話を聞かせてもらいたいんですけど。あ、三井弁護士様、先ほどははしたないところをお見せしました。つかすちゃん、まだ少し元気がないみたいですね。ちょっと泣いてたみたいだからね。涙を見せていた。天海さんの一言がそれほどショックだったのだろう。なんかショックな音楽じゃないな。陽気な音楽だな。準決勝で撮ったお菓子の写真をご用意いたしました。どうぞご覧ください。これは、デリシーさんのお菓子は、まあ相変わらずちょっと華やかな感じで。デリシーさんのお菓子が一番可愛いですね。デリシーさんのお菓子のデザインは、天海様の評価も高かったようです。でもさ、別にパティシエじゃないからな、デリシーさん。あれもなんかうさんくさいな、なんか。ただなんかそういうおしゃれなのに、ただ、なんかいろいろ塗りつけただけというか。風見様と兵道様のお菓子は味もデザインも高評価でしたが、天海様は同じものを食べたように、てかさ、形似てるよね。あからさまに形が似てる気がする。色合いとかも。あのなんか花の位置とかもさ、あの赤と紫のあの花の位置とか、ほとんど似てんな。決勝戦のお菓子は全く違う味だったみたいですけど。怪しい準決勝でしたね。じゃあ準決勝と決勝戦では他に違いはなかったのでしょうか。大したことではありませんが、一つだけ違いがありましたね。何ですか。コンテスト中はいつも風見様のご子息がいらしたのですが、風見様のご子息、決勝戦ではお姿を拝見しておりません。風見さんの息子が遊びに来ていた。何か意味があるのだろうか。この写真お預かりしてもよろしいですか。風見さんの息子か。はい、調査のお役に立てればいいのですが。一緒に作ったのか、それとも誰か一人が2個作った。片方は別にお菓子作りの才能なんて一切なくて、まあだから、ひょっとしたら兵道さん、ポールホリックが二つ作ったのかもしれないな。それと、こちらが味覚障害の特効薬が載っている調合書です。この表紙見覚えがありますね。あ、これが特効薬のレシピだったんだ。天界の部屋で額縁に入ってたやつか。コンテストの優勝商品でもあるので、見える位置に飾っておられたのです。優勝商品の究極のレシピってあれなんだね。こういうさ、薬だったんだね。お菓子のレシピじゃなかったんですか。参加者の方々にはお伝えしていたのですが、皆様にはまだお伝えしておりませんでしたね。参加者は究極のレシピの内容を知っていたのか。味覚障害を治す薬の調合、あ、じゃあ薬剤師のデリシーさんが参加したのもまあうなずけるね。一応その薬のレシピなわけだからさ。お屋敷さん、究極のレシピについて詳しく教えてください。その正体。ここで教えてもらえるのか、レシピの正体。究極のレシピとは、薬の調合書だったのですね。はい、まだ世間に公表されていない新薬の調合書です。なんでそんなのはさ、天海さんが知ってんの？医薬品メーカーに売れば、破格の値段がつくと思われます。そうだね。なぜそんなものをコンテストの商品に。天海様は天海一グループ会長のたった一人の後継ぎなのですよ。あ、もともと金持ちの人なんだね。金持ちというか、その、でっかい大企業の天海一グループどこかで聞いたような。風邪薬の新薬から劇薬まで幅広く扱う薬品メーカーだ。へぇー。あ、最近風邪殺し X の発売で話題になってましたね。風殺し X? Z じゃなくて。僕も風殺しのシリーズはよく使ってますよ。あれ作ってたのが、そうか。
天下一グループなんだ。君が風邪をひいたところなど一度も見たことはないが。まあ、志賀さんが具合悪くするとしたらなんか食当たりとかだろうな。髪食ってるし。天下一グループについても詳しく聞かせていただこう。天下一グループ、天海さんはご両親の後を継がれなかったのですか？そうか、じゃあそういうバックもありながら、なおかつ、あ、何、あの、お菓子作りの才能もあったってことか、天海さんは。お菓子で人を幸せにしたいと考えておられます。ご両親もパティシエとして一番を目指すようにと応援されていました。そのご両親が亡くなり、レシピは遺品として天海様に残されました。なぜご両親の片身をコンテストの商品に？レシピを欲しがる方が後を絶たず、天海様は悩まれました。ていうか、今一番の飲まなきゃいけないのは、その薬を飲まなきゃいけないのはさ、天海さんなのにね。片身を簡単に譲るのはご両親に失礼になりますから。だから自分が認めた方にレシピをお譲りしようと考えられたのです。天海一グループの社員はそれを許したのか。他人に新薬の情報を渡すことになるが、もちろん反対されました。だからデリシー様が、あ、なるほど、デリシーさんも天海一グループの人なんだね。だから薬剤師が参加したのか。不自然だなと思ったんだけど、コンテストに参加されたのです。天海一グループからの命令で優勝するように頼まれていたとか。最初からデリシーさんの正体を知っていたのですか。だから目をつぶってたんだね。はい、彼女が優勝できるように天海様の好みをお伝えしました。あ、そうか、天海様は知らなかったんだ。お屋敷さんは知ってたけど、なぜあなたが協力を。天海一グループと天海様を守るため協力したかったのです。薬の調合書を他社に渡せば社員からは非難を受けてしまいます。天海様の納得のいく形で会社に調合書を譲りたかったのですと。お屋敷さんの助けがあったから決勝まで残れたのか。あのデザイン性は、まあまあ、お屋敷さんの力があったからか。パティシエじゃないとすれば、兵藤さんもですよね。彫刻家なのによく決勝戦まで残れましたよね。ええ、彫刻家でありながらお菓子も作れるなんて。あ、これは別に誰かの手を借りず。決勝戦の氷菓子を見る限りは確かにすごい実力だが、本当に一人であれだけの作品を作れたのだ。やっぱり協力者がいるのか。私が知っていることはこれくらいしかありません。じゃあやっぱさ、思ったけどさ、その、なんか似てたらしいじゃないですか、兵藤さんと、この、ね、川上さんのお菓子。似てた。いや、似すぎだろ、これ。気づくだろ、これ。似すぎだよ、これ。これは多分だからさ、この二人が協力して作ってたんじゃないの？まあ、その、氷、お菓子作りの、その知識がやっぱまあ足りない、まあ彫刻家だからね。それをなんかこう、風見さんが補ってこう、私にも他のお手伝いできることはないでしょうか。天海さんを救うために役に立ちたい。そうですね。じゃあその、まあ、証言をしてもらいたいところかな。では昨日いただいた紅茶をもう一度いただけますか。あ、それだけでいい。あの紅茶を飲めば調査がはかどります。あ、僕も飲みたいです。つかすちゃんの紅茶。はい、わかりました。すぐにお持ちいたしますね。スカシちゃん、ちょっとだけ元気が出たみたいですね。それなら良かったですね。それなら良かった。終わり？操作。まだ全然喋ってない、正直。周りとか。あっちゃー、終わっちゃったか。まあいいか、コンテスト参加者の情報は一通り集まったが、まだ片見さんから聞き出せていないことが、そうだね。まあ、ちょっと話聞けてないし。そういえば、片見さんはなぜ兵藤さんの部屋に入ったんですか？その話聞きたいんですけど、カルマさんが聞かせてくれなかったんだよ。妨害してきた捜査を。彼は兵藤さんの部屋で何をしていたのだろうか。それに準決勝で作られたお菓子についても疑問がある。風見さん問い詰めたいね。デザインが苦手なパティシエとデザインが得意な彫刻家、これはもう見えましたね。お菓子コンテストで優勝するには一人の力では難しいはずだ。まさか、風見さんと兵藤さんの関係は、協力者。風見さんの行動にも不可解な点があります。ああ。風見さんと連絡を取る方法を探さなければなりませんね。ほう、それは興味深い話だな。これ、
おお、聞かれてしまいましたか。じゃあ話が早いわ。だが風見への連絡を許すわけにはいかん。いや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 、聞かせてくださいよ。あのね、担当なんですから、この天下一さんの担当弁護士なわけですからね、その聞く権利もあるはずなんですけどね。風見は我が輩がすでに取り調べをしている。弁護士ごときが改めて聞く必要はない。クックック、我が輩が奴の代わりに答えてやってもよいかな。代わりに鹿沼検事は私を風見さんに合わせないつもりのようだ。わかりました。では、鹿沼検事にお聞きします。ほう。風見さんと兵藤さんの関係について教えていただきたい。